ナックワールドじゃらせてやっていきます。かしこまりました。今回のおすすめはこちらです。チャットをまた使ってます。これをやりたかった。死神さんチャットと戦いたいけど相手に出てきてほしいもん。ちょっとお待ちくださいね。ただいまご用意します。死神さんで簡単な大作戦ですか。はい、こちらが今回のバトルです。さあさあ、それではお客様の準備に移りましょう。しっかりキャラを選んで装備してくださいね。ラックも装備できますよ。次はチーム結成ですよ。カードを読み込んでチームを作りましょう。ミミックとキノコ、そしてチャップ、サンタームスキルメンバー、チーム完成。俺がやりたかったの。これは強そうですね。どんなことになるのかワクワクしちゃいます。さあ始めましょう。レッツ、はい、キノコはね、キノコが3ターン目チャンプが連続2回ヒット、チャンプの攻撃が2回当たる。1ターン目ですよ。さあ攻撃の順番を決めますよ。後攻ですね。相手が先に攻撃です。そのアクションを決めましょう。3ターン目が決まるので赤ボタンで設定してください。みんな攻撃、攻撃に決まりましたよ。レバーで攻撃に決まりましたよ。レバーで攻撃に決まりましたよ。次は相手のアクションが決まりますよ。死神さん倒せない。レバーで選択、危ね、攻撃に決まりましたよ。レバーで攻撃に決まりましたよ。レバーで選択、攻撃に決まりましたよ。次は相手のアクションが決まりますよ。ドキドキしますね。守ってきましたね。
足りんじゃないの、夢がないの。スマホ、あ、スキル付きの4人だからね。なんでこんなにこちゃなの。これもう当たりの時はもう頭巾が止まるから。そうですよね、もう分かっちゃった。気分いじっか、エルサリスや。はい、ガードできましたよ。さあ、また死神はゲットできませんでした。ゲットした人はマジリスペクトだな。さあ、それではお待ちかね、ドリームちゃん。日本の景品はなんとこれ。死神ゲットできなかったよ。さあ、今回はガラガラ回す。しかしこれマジ強いですよ。想像より強い。それでは参りましょう。さあ、キノコと合わせて最強だった。ハンドルを回してください。はい、ガラガラと回しましょう。はい、じゃあこれが最後のプレイかな。はい、じゃあまた10月4日のゴールドでお会いしましょう。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。そのままにしてお待ちくださいね。ボカッと失敗することがあります、ご注意ください。待っている間、レジェンドチャップおすすめですね。